トチマの紋章、トチマは、ロシア連邦、ボログダ州のスホナ川沿いの河口都市。人口は1万531人。1137年のノブゴロド公国の文書にトチマの名が書出しており、毛皮をノブゴロドに奉納していたことがわかる。トチマは、中世には、火山半国の襲撃や大動乱期のポーランド軍の侵略で荒れたものの、17世紀には、 ロシア中央部と八海のアルファンゲリスクの港をつなぐ南北交易路の途上の港として栄え、スホナ川及び北ドビナ川を経由してイギリスやオランダの商人も訪れ繁栄した。1780年には町として承認され、毛川の町を象徴する黒い狐の紋章が制定された。土地間の毛川商人は毛川を求めて遠く、シベリアや太平洋、 アラスカやカリフォルニアにまで進出し、数多くの探検家や航海者を輩出している。こうした探検で得た毛皮を売って、資本を築いた商人たちは、多くの制度を検納した。1872年には、ピョートル大帝生誕200周年を祝って、学校の設立が決定され、1899年に、ピョートル工芸学校が開校した。この学校では、 農家の子供たちに木や金属でできたおもちゃや工芸品の作り方を教え、その作品は各地の展示会や万国博覧会で高く評価され土地間の名産となった。希少、ありがとうございます。